さあ、こんにちは、こんばんは、ハルケです。今回はエボリューションおすすめ強化選手を紹介していきたいなと思います。今回対象とするエボリューションはこちらのアルティメット TOTS が成長になります。成長条件としては総合最大70、ペースが最大78、ドリブルが最大74、体幹が最大74、プレイスタイルの数が最大7つまで持っている選手、プレイスタイルプラスの数が最大0個まで持っている選手ということになってます。アップデートとしてはレベル1でペースがプラス12、シュートがプラス15、ドリブルがプラス20、体幹がプラス12、プレイスタイルプラスで迅速がつくということになってます。レベル2ではですね、パスがプラス15、ドリブルがプラス5、守備がプラス8、スキルムーブがプラス1、プレイスタイルパスカットがつくということになってます。レベル3ではですね、ペースがプラス8、パスがプラス5、守備がプラス12、プレイスタイルで鋭いパスが、プレイスタイルプラスでトラッパーがつくということになってます。レベル4ではですね、シュートがプラス10、体幹がプラス12、逆足がプラス1、スキルムーブがプラス1、プレイスタイルティキタカがつく、プレイスタイルプラスでシールドがつくということになってます。それでは個人的におすすめの強化選手を紹介していきます。こちらがアルティメット TOTS が成長のおすすめ強化選手になってます。バスティン、ラムジー、アザール、ビソーリ、サイバリ、エンシソ、ドラグシンですね。個人的にこの7名をおすすめしたいなと思います。まずはバスティンですね。まあ、中盤の選手になるんですけれども、バランスがいいという風な選手ですね。基本的にドリブルめちゃ軽ですかね。敏捷性、バランスはカンストしてますし、ドリブルの数値も97もありますんで、まあ、素晴らしくね、中盤の選手として持ちやすいという風な選手になってます。またスタミナも99という風なことは素晴らしいですし、決定力ね、もうちょっと欲しいんですけれども、シュート力カンストしてますし、レーサーもね93なんで、まあ全然打てるよっていう風な選手になってます。あとはペースもね92まで上がっていて、ラピトンプラスもね新しくつきますんで、まあ攻撃的な中盤として使えるとめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。まあ、パス面ね、視野がもう少しあればってところですけれども、個人的には十分おすすめできる選手ですね。でそして続いてはラムジーですね。まあこちらも、中盤もちょっとそれなりできながら、まあアタッカータイプになりますかね。サイドの選手になってますね。スキル5になるというふうなことはこの選手も素晴らしいですし、ドリブルもね、軽い選手になってます。リアクションこそ少しね低いのが残念ですけれども、パス面、非常に上手い選手になりますし、決定力もね、十分高いというふうな選手ですね。またペースも93まで上がりまして、フィジカルもちょっとあるというふうな感じで、であとはサイド選手としてディフェンスね70あるっていうのも全然いいんじゃないかなと思います。でまたこちらもですね、ラピトのプラスね新しくつきますし、テクニカルもねもともと持ってるのかなと思いますんで、なかなか使用感はねいいんじゃないかなと思います。でそして続いてはアザールですね。まあ、この選手はまあがっつりアタッカーですかね、ウインガータイプの選手になります。特にこの人もですね、ドリブルねかなり軽い選手になってますし、冷静さがねカンストします。99という風なことは本当に素晴らしいなと思います。で決定力もねある程度高くって、まあ、パスもねある程度出せるよっていう風な選手になってますね。でペースも96までいきますし、55にねなれるのもねすごくいいポイントかなと思います。でこういうのもともと多分テクニカルかな持っていて、プラスラピト迅速のプラスがつくという風なことですね。であとはねフィジカルの能力もね結構高くっていいんで、でこれに加えてシールドプラスを持ってるんで、結構止めにくいというか、なかなか取れない、軽くってちょっとフィジカルで耐える力もあったりっていう風な感じなんで、めちゃくちゃおすすめなんじゃないかなっていう風に思いますね。でそして続いてはビソーリーですかね。まあ、イタリアの中盤の選手になるんですけれども、まあボランチとしてもね活躍できるんじゃないかという風な選手ですね。若干フィジカルがね弱いかなって思うんですけれども、積極性だったりとかリアクションとかねすごく高い数字はなってますんで、素晴らしいなと思います。パスもねまあそれなりに上手いっていう風な選手になってます。でシュート能力もね結構高いし、55にもなれるんで、まあボランチとしてだけじゃなくて、で1列前のね CM とかでも全然ありかなっていう風に思いますね。まあ 3CM の一角としてバランス取る中盤だったらめちゃくちゃいいんじゃないかなっていう風なこと
ですね、まあ、91ペースね上がりますし、ラピッドのプラスもついてますんで、この人もねなかなかおすすめのですね強化選手になってますね。そして続いてはサイバリーですね。この人もまあアタッカーですかね、もう純粋なアタッカー選手になっていて、まあ、185センチかな、身長高めなんですけれども、敏捷性バランスともに99というふうなことは素晴らしいですし、フィジカルもね99というふうな感じなんで、まあちょっとデカさもありながらですね、細かさもあってフィジカルも強いっていうふうな選手になります。まあ冷静さもうちょっとあればっていうのはね、思うんですけれども、ある程度シュートもね、うまくってパスもそれなりには出せるというふうな感じですね。でペースが速いです。96までね上がりますし、ラピッドのプラスで、でかつこの人も55になれるんで、結構おすすめかなって思いますね。普通に相手を嫌がらせるような、プレーなんかもできるんじゃないかなと思いますし、まあプラスになったことでね、一応ケミ難しいですけれども、ある程度組みやすくはなりますんで、この人もねなかなかおすすめの強化選手になってます。そして続いてはエンシソですね。まあエンシソまだ知っている方がね多いんじゃないかなというふうには思いますし、選手人気ってところでもまだあるのかなっていうのは思います。なんで強いエンシソ使いたいって方はおすすめになりますし、この人こそまあむちゃくちゃ軽いですね。めちゃくちゃ軽くって、本当にその細かさだったりとかで相手を外して決めきるっていう風な感じですかね。スキルもね5になるってことはやっぱり素晴らしいなと思いますし、ラピッドのプラスもついてペースも96まで行くんで、フィジカルこそねそこまでないですけれども、まあ強い演奏っていう風なことで楽しみながら使えるんじゃないかなという風に思いますね。演奏ね好きな方はぜひ強化するべきかなと思います。そして続いてはドラグシンですね。ドラグシン、まあドラグシンもまだ知っている方はいるんじゃないかなという風なことで、まあ唯一のセンターバック選手になりますね。まあセンターバックのね選手として、ちょっとこう守備的なプレイスタイルプラスこそはつかないんですけれども、やっぱりむちゃくちゃスピード速いですね。ペース94まで行きますし、かつフィジカルも強いっていう風なことで、なんだかごつくて速いっていう風な感じなんで、まあなかなかこの人もいいんじゃないかなという風なところですね。ただパスがちょっとねうまくなかったりとかはするし、先ほどね言った通り守備のプレイスタイルがインターセプトしかついてはいないんで、まあちょっとそこは不安なところではあります。ただやっぱ強いドラグシンね、使いたいって方もおられるかと思います。それこそスパーズ好きな方だったりとかね、いいと思うんで、ドラグシンを好き、ドラグシン強いの使いたいっていう思いがある方だったら強化すべきかなっていうふうには思います。まあ強化選手迷ってる悩んでるって方はこちらから選んでみてもいいのかなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらちゃんと登録高評価お願いします。それではバイバイ。